アジョモータースポーツはフィンランドのオートバイレーシングチーム。現在ロードレース世界選手権 125cc クラスに参戦している。チーム代表は元レーサーのアキアジオ。チームのロードレース世界選手権デビューはミカカリオーライダーにワイルドカード枠で 125cc クラスに参戦した2001年の第9戦ドイツ GP だった。 その後第12戦バレンシア GP にも出場した。チームが使用したマシンはエントリー上はホンダとなっていたがエンジンはチーム自身が作成したものだった。2002年チームはカリオオライダーにロードレース世界選手権 125cc クラスにフル賛成を果たした。カリオは第3戦スペイン GP で5位に入ったのがベストリザルトとなり、 シリーズランキング11位を記録。アンドレア・ドビッツ・ヨーゾ、ホル・ヘロ・レンソラライバルを破って、ルーキー・オブ・ザ・ヤーに輝いた。2003年シーズンは体制を拡大し、カリオのチームメイトに、日本のアズマ・マサオが加入した。カリオは8月に、KTM のワークスチームに引き抜かれ、後釜には、アンドレア・バレリーニがついた。第15戦オーストラリア GP では、バレリーニ1位。 東2位で1から2フィニッシュを成し遂げた。アジョチームは、濡れた路面に強いブリジストンタイヤを武器に、ウェットレースを中心に高成績を残した。2004年はライダーが一新され、チェコのルーカス・ペセックとデンマークのロビン・ハームスのペアとなった。しかしこの年ペセックは、クラッシュを繰り返し、ハームスも何度か負傷を負い、期待外れのシーズンに終わった。ペセックはよく、 シーズンデルビに移籍する。2005年は日本の小山和義とフランスのアレックス・マスボウの二人がライダーになった。小山はオーストラリア GP で2位、トルコ GP で3位、シリーズランキングでは8位に入り、チームにとっては2度目となるルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。2006年シーズンはライダーに変更はなかったが、マシンをこれまでのホンダからマラグーティに変更した。 両ライダーとも怪我に苦しむシーズンとなってしまい、マスボーは、わずか8戦しか出場できずのーポイント、小山もポルトガル GP で6位に入ったのがベストとなり、シリーズ15位と成績を落とした。2007年はマシンを、再び変更し、デルビで戦うことになった。ライダーラインナップも一新され、オーストリアのミハイル・ランセデールとルーマニアのロベルト・ムレさんのペアとなった。 ランセデールは13レースで入賞し、シリーズ12位に入ったが、ムレさんはノーポイントに沈んだ。2008年シーズンは、マシンは引き続き、デルビ、ライダーには、フランスのマイク・ディメ・オとスイスのドミニク・エガーターが、ついた。ディメ・ディオは、シーズン4勝を挙げ、チームに、初のワールドタイトルをもたらした。エガーターは3度8位に入ったのが、ベストリザルトで、シリーズ16位だった。 2009年 250cc クラスにステップアップしていったディメリ,リオに代わりドイツのサンドロ・コルテセがエガーターのチームメイトになったコルテセは第14戦ポルトガル GP での2位をはじめ3度表彰台に立ちシリーズ6位に入ったエガーターはフランス GP での6位がベストでシリーズ13位だった2010年シーズンはコルテセのチームメイトに スペインのマルク・マルケスが加入した。コルテセは、フィンランドの作業用車両メーカーのアバンと、三菱自動車が、マルケスは、レッドブルとレプソルが、メインスポンサーとなり、エントリー上は別々のチーム名となった。マルケスは10勝を挙げる圧倒的な強さを見せて、シーズンを席巻、チームに2度目のライダーズタイトルをもたらした。コルテセは2度の表彰台でランキング7位に止まった。 またこのシーズン新しく始まった元2クラスにはアレックス・デボンが 125cc クラスにはアドリアン・マルティンがアエロポルトでカステロ・アジョとして参戦したがこれはアキアジョが持っていた参戦枠をデボンに譲ったものであり実際にチームを運営したのはデボン自身が立ち上げたモータースポーツ69チームであった2011年シーズンはライダーラインナップを一新し エフレン・バスケスとヨハン・ザルコの2名を迎える。また新たに、ジュニアチームを立ち上げることとなり、レッドブレ・アジョ・モータースポーツの名前で、ジョナス・フォルガーとダニー・ケントの2人が参戦する。さらには、マレーシアのズルハメ・ミカイルデンも別スポンサーのマシンで参戦し、チーム全体としては、ライダー5人の大女隊となった。元に2021年シーズンは、 活動休止を発表した長島哲太やモートジッピークラスへ参戦することになったホルヘマルティンに代わってワインガードナーの息子でマレーシアのチームに在籍していたレミート元3クラスで同チームから参戦したラウルフェルナンデスを迎えることになった。マシンは前年に続きカレックスで戦う。ありがとうございます。